登坂の鳥類豆知識。画面の前のみんな、おはとり。元気印のファイヤーバード、新人鶏 VTuber の鳥居登坂だぜ。今日からスタートする登坂の鳥類豆知識は、みんなに鳥知識を植え付けて鳥好きにしちゃおうっていう趣旨の動画だぜ。第1回目のテーマはこちら、インコとオウムの違いってなーに。突然ですがここでクイズ。この4種類の鳥をインコとオウムに分けてみて。できたかな？それじゃあ正解はこちら。何が違うかもうわかるよね。そう、インコとオウムの違いは、頭のビョンっていう羽があるかないか。よく大きさとかと勘違いされやすいんだけど、実はこれが見分けるポイント。オウムにだけあるこのビョンって羽は、冠に羽で、冠羽って言って感情によって動くんだぜ。アニメキャラのアホ毛みたいで可愛いよな。あとはオウムがオカメインコを除いて全体的に大型なのに対して、インコは小さいマメルリハからでっかい混合インコまで、いろんな大きさの種類がいるんだぜ。インコやオウムの中には紛らわしい名前の子たちもいるんだけど、どっちかなって思ったら頭に注目してみてね。ちなみにインコの仲間にはもう一つ、ヒインコアカっていう、先端がブラシ状の舌を持つ柔らかい果物と花の蜜を食べる子たちもいるんだぜ。ヒインコの仲間は面白い動きをする子たちが多くて、見ていてつい笑っちゃうんだよな。ということで今日はインコとオウムの違いについて話したけど、もし今度インコやオウムに会う機会があったら観察してみてほしいな。それでは今回はここまで。最後まで見てくれてありがとう。この動画をいいなって思ったら、ぜひぜひ高評価、コメント、チャンネル登録もしてくれたら嬉しいな。みんなも鳥をめでようぜ。オストリー。